布引キ電気鉄道布引キ電気鉄道は、かつて、長野県北作郡小室町、当時から、道県道郡川辺村、当時を経て、道県道郡北見巻村、当時に至る、鉄道路線を運営していた、鉄道自社である。1920年に、新越本線小室駅から、本木村、餅ちづきまでを結ぶ目的で設立され、1926年に、 開業したが、経営不振が続き、わずか8年後の1934年には休業し、そのまま廃止となった。昭和初期の不況やバスの台頭によって休廃業した、鉄道事業者の中でも最も極端なケースとして紹介されることもある。本校では、布引電気鉄道と、ほぼ同時期に近接地域において建設が計画され、 東鉄道との路線共用を条件に免許交付を受けたサクスは電気鉄道についても一部記述する。長野県のサク地方は古来経済活動が活発な地域であり、中仙道や北国街道などの陸上交通路にも比較的恵まれていた。百八十八年に間接鉄道として新越本線がこの地域にも通るようになり、百九十三年に 薄い峠にアプト式鉄道が開通することによって新越本線は全通した。その後しばらくすると新越本線から離れた地域でも鉄道を開設しようとする動きが出てきた。1915年には小室から中込まで柵鉄道当時が開通し、1919年には小海まで延伸されている。しかし中仙道が経由していた 川西地方と称される縦島三北六の地域は、江戸や上方との結びつきが強かったにもかかわらず、新越本線や作鉄道が開通した後も、鉄道系交通機関から取り残された状態で、川西地方に鉄道を敷設することは、地域社会の課題となっていた。一方、民間資本による鉄道網の拡充を図る目的で、1910年には、 京弁鉄道法が交付されていた。1919年には、佐久地方において二つの鉄道免許申請があった。そのうちの一つが、布引き自動鉄道で、同年7月23日に京弁鉄道法による、鉄道の免許が出願された。布引き自動鉄道は、小室からも月までを結ぶという計画で、小室町の繁栄策として、 鉄道事業を起こすことによって、小室の証券を拡大するという考えに基づいたもので、北起人も小室町の商人が中心であった。布引き自動鉄道では当初は、ガス力による動力方式を検討していたが、経常費用の面で不都合があると考えられ、蒸気動力へ変更することとし、名称も布引き鉄道に変更されている。もう一つは川西地方の交通問題を、 打開するのを主な目的として、同年11月22日に出願された作、諏訪電気鉄道で、こちらは小さなた軍艦村の新一本線、田中駅と諏訪軍永明村の中央本線地の駅を結ぶ計画、発起人は川西地方の有力者であった。布引き鉄道の出願を受けて、鉄道院の技師が実地視察を行った。その報告内容では、 建設費は94万1円が見込まれたほか、前線にわたって田んぼの中を通るものの、地形の起伏があるため、40分の1勾配、25パーミル勾配と半径8差、チェーン、約161メートルの曲線を使用しても土木工事は少なくない。布引き観音は1年間に6万人の客が訪れる小室までの距離は2マイル半、約4キロメートルしかなく、 鉄道収入は多くを見込めないという点が指摘されていた。布引鉄道は1920年1月29日には免許を受け、同年5月29日にはサクスワ電機鉄道も免許を取得した。免許取得を受け、布引鉄道は同年10月30日に資本金100万円で会社の設立を行った。初代社長には 小室商工会会長の平野五平が就任し、重役も小室商工会の会員で占められていた。その後、工事志向認可の申請を行い、1922年5月13日に蒸気鉄道として認可されたが、これには、サクスは電気鉄道と線路共用の協議を行うことや、小室駅構内でのサク鉄道の用地使用承認や、新越本線と、 平行する箇所の工事協定を結ぶことなどが条件とされていた。このうち、線路共用の協議というのは、佐久諏訪電機鉄道の免許において、工事試行認可申請までに、布引き鉄道発起人と合同をなすかまた派協定の、上道鉄道と、平行する部分破両車共用に適当なる位置、線路を、選定、べしという条件付けられていた。つまり、 布引き鉄道の発起人と合同の企業とするか、2社で同じ線路を共用するように、ということである。布引き鉄道は1922年5月19日に、サクスワ電機鉄道と線路共用の契約を締結。この翌日に、サクスワ電機鉄道も資本金500万円で、会社設立に至っている。この時点では、布引き鉄道では、蒸気動力を使用する。 上気機関車が牽引する列車による運行予定であったが、このためには勾配を25パーミルから34パーミルに抑える必要があり、途中に2箇所のスイッチバックを設ける予定であった。しかし、これは列車の運転には不利と予想されたため、最急勾配を40パーミルとすることにして、スイッチバックの設置を回避した。このため、動力方式を電気動力、 電車による運行に切り替えることとし、1922年12月に電気動力への変更認可を取得、1923年5月には、社名も布引電気鉄道に改めている。1920年の強行因後の不況の中、資金調達は難航した。1925年上期の時点で、布引電気鉄道の資本金100万円のうち、 66万円ほどが未払い込みというありさまであった。これは、サクスワ電気鉄道でも同様の状況で、サクスワ電気鉄道では1924年11月22日に一部工事施行の認可を得ていたが、当時の農村では、総額500万円の株式払い込みの資金は到底、動員でないほどの過大な負担であった。しかし、布引電気鉄道の沿線である島に、 東新電気、第二発電所の建設が具体化し、東新電気は資材輸送の役に立つなら資金援助をしてもよいと表した。この資金援助は表面には出ていないが、布引き電気鉄道と東新電気の間で資金面の話がまとまり、まず小室から島川原までを第一期線として開業させることになった。その一方で、布引き電気鉄道では、 小室町に対しても補助金を申請したが、申請書に添付された参考書の内容は、小室駅利用者の10分の1、田中駅などの利用者の半分を、川岸地方の関係者となし、それらがそのまま、布引き電気鉄道の利用者になるかのごとく、このめかした上、各地の監視施設鉄道の営業実績を見ると、前年度に比べて1割から2割程度の増加が見られており、 川西地方の状態から考えれば、増加の程度も推察できると述べるという代物であった。地形に起因する南高寺と関東大震災による市中経済の混乱によって、第一期線の開通工事には4年余りを要した。なお、1924年7月には社長に白沢千田衛門が就任した。が、開業間近となった1926年4月には、 ちくま電気鉄道、当時の創設者でもある、上条信が、社長に就任している。この時期、サクスは電気鉄道でも1924年11月28日から、工事に着手していたが、用地買収に難航し、進捗はかんばしくなかった。1926年12月1日、布引電気鉄道は、小室から島川原までの区間において、 営業運行を開始した。品の毎日新聞には小さく広告が掲載され、同年12月6日までは、運賃が半額となるサービスを強打た。開業翌年の1927年の利用者数は、わずかに年間約7万人程度で、1日あたり194人に、過ぎなかった。旅客輸送が、 最も多かった1928年でも年間利用者数は約13万人程度でしかも途中の布引き観音への参景客が多かったため前線投資の利用者が少なかったそもそも開業した区間の沿線の集落は布下、島河原とも50個足らずで沿線人口が極度に少なかったこのような状況から列車によっては乗客が全くいないこともあり 運転手と車掌が、四、二人乗りならぬ、四重二人乗り、四重二人乗りと苦笑していたという。旅客誘致のため、夏に千曲川の河川敷で花火大会を催したりもした。また、1927年1月には、地方鉄道補助法による補助金を申請しているが、昭栄鉄道の平行路線である上、遊覧鉄道の性質が顕著であるという理由で、却下されている。 1928年には社長に再び、白沢千田衛門が就任した。そもそも、開業の同期が、東進電機、第二発電所の建設に便乗したものであり、発電所の建設が本格化した1929年から1930年に、かけては、貨物輸送は、盛況となった。昼間の列車には、どの列車も、貨車を増結して走るほどで、 島河原での荷卸ろしが間に合わず、貨車を線路上に停車させてセメント袋を投げ下ろすことすらあったという。ピーク時の1929年には年間1万トンの輸送があったが、貨物輸送では経費も多額となるため、経営にはあまり寄与していなかった。その一方、サクスワ電気鉄道は百二十七年三月に破産宣告を受けており、百二十九年二月に、 強制和解によって債務を弁済していた。1930年2月19日には中心電気鉄道に社名変更している。発電所が完成すると貨物輸送量は激減し、布引電気鉄道はわずかな旅客を頼りに営業せざるを得なくなった。この時期の営業収入が1日50円程度であるのに対し、 処刑費と利息でた日あたり100円の支払いが必要というありさまであった。株金の払い込みが遅れた分を、毎期ごとに25万円もの借入金で賄っていたため、金利の支払いなどが加算だのである。この状況を打開するためには、当初の目的地であった、持ち月までの延長を急ぐ以外になかった。しかし、昭和金融強行と、世界強行による不況のさなか、 資金調達は以前にも増して困難であった。ようやく資金調達の目途がついたとして、島川原から霧窪までの工事に着手しようとしたが、予定線の通る地域の地形は急峻であり、難工事が予測された。しかも、予定線の延長線上には、東新電気、第二発電所の送水管が設置されており、これを迂回するにも、多額の工事費が必要であった。 1931年7月22日には指定の期限までに工事竣行の見込みなしという理由により、島川原から先の免許について取り消し処分を受けてしまった。布引電気鉄道は同年8月に再免許を申請し、同年12月23日には認可されたが、これには工事資金について未払い込み株金を整理し、 調達方法について制約書を提出すること、中心電気鉄より線路の供用や会社の合併などの申し出があったら応じることという条件が付けられていた。しかし、資金の回転にこと書き、従業員の給料支払いさえ困難となった。その上、1932年には長野電灯への電気量の滞納額が5800円に達し、同年4月中に、 支払いのない場合は、送電をよするという通告があり、ついに同年5月から運行を休止せざるを得なく、なった。小室町ではこの事態に黙っているわけにもいかず、厚生委員会を設置して、世論を喚起するに至った。布引き電気鉄道でも有力者を通じて、有志を募り、同年7月13日から運行を再開した。この年の8月29日、中心電気鉄道では、 鉄道企業の廃止と会社解散を決議し、翌年1月25日にその認可を得て免許は執行となり、柵と諏訪を結ぶという構想は崩れ去っていた。運行再開後も経営は好転せず、この時期の1日の電気料が15円であったのに対し、収入は14円未満であった。1934年2月以降はモーターの故障と称して、しばしば運休するようになった。 実際には、電気料の不払いによる送電の停止であった。蒸気、内燃鉄道として再起すべく、動力変更、ガソリン動力車の設計も出願していたが、実現していない。最終的には、電気料金の支払いが不可能になり、1934年6月18日以降、ついに電車の運行は休止したままの状態となった。1934年9月11日からは、 正式に営業休止の許可を受けたが、その後の手続きは行われず、1935年5月1日以降は、地方鉄道法に定める許可を得ない状態での営業休止となり、1936年10月28日付で、開業区間と予定線は共に免許取り消し処分とな、正式に廃止となった。営業中最後の社長だった白沢は、 不登京売工作により横領罪で起訴され、さらに株権偽造事件で逮捕されるという始末であった。また、運行休止以後は、レールや橋桁などが売却され、廃止状態と変わらないありさまであった。小室駅、花川駅、押田市駅、布引駅、布川駅、加駅島、川原駅。布引駅、島川原駅は、国鉄との連絡運輸対象駅。以下は一例である。 全線所要時間は27分で、全線投資運賃は24銭であった。布引き駅で上下列車が交換していた。鉄道統計資料、鉄道統計各年度版及び、鉄道ピクトリアル通関433号、1984年6月号、P113 に記載の布引き電気鉄道成績表による、開業に合わせて、 筑く電気鉄道、当時から譲り受けたもので、運行休止まで使用された。休止後は、モーターや機器類が売却された状態で、小諸車庫に放置されており、再起は不可能な状態であった。このほか、筑ま電気鉄道からはもう一両、出ハ4も譲り受ける予定であったが、筑く電気鉄道側の都合により実現していない。また、当時の従業員によれば、 ハニフと呼ばれる車両も存在したというが、布引き電気鉄道に入った形跡はない。廃止から50年近くが経過した1984年時点でも、千曲川の橋脚などが残存していたほか、線路時期が県道や町道、農道として利用されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。